アメリカギャルはやっぱりいい感じで。そう言われて別に悪い気はしないわね。 K.O. やばい。うわ、事務的な女も嫌だけど乱暴な女もちょっと遠慮したいぜ。もう少しおとなしめに戦えばよかった。ふざけた格好なんてしてないわ。ふざけてるのは格好だけにしておいて。出る、動かなきゃ。私は敵なしの配達だ。私大マジですわ。やれやれだわ。私の美貌に相手も釘付けよ。ずいぶんと厚化粧みたいだけど。それで変装のつもりなんですね。何よ、私が味方だと不満なわけ？バレるかどうかやってみなくちゃわかんねえだろうが。すぐバレる変装なんてするだけ無駄だと思うんですが。すいません、僕に話しかけないでください。まあ照れちゃった。無法、こんなに美人なのに随分冷たい反応じゃないの？そう思ってるから不満なんです。同じ種類の人間だと思われたくないので僕はこれで失礼しますよ。ジジイ、ボケるにして早すぎるんじゃねえの？ボケてなんかいねえぜ。完璧な変装じゃねえか。どこに問題があるんだよ。みんなそう言うんだよ。心配すんな、3日に1回は会いに行ってやるからよ。ガンガン攻めていくぜジョースケ。ジョースターさん、まさかそのまま戦う気っすか？そうよ、問題あるの？問題あるって言いたかったんすけど大丈夫だったっすね。ジョースターさん、行くっすよ。ああ、派手に暴れてやろうぜジョースケ。決めのセリフを言ってやりな、ビシッとよ。おめえは次にまだ負けていないと言う。こんな感じっすか？ガンガン攻めていくぜジョースケ。任してくださいよ。ぶっ壊すほどシュート、ぶっ飛ばすほどグレート。俺の足を引っ張るんじゃねえぞ。やれやれ、騒がしいジジイだぜ。誰がジジイだ。わけわかんねえやつだな、この野郎。やかましい、鬱陶しいぜジジイ。さすがに頼もしいな、今のあんた。どういう意味だそれ。勝っちゃったぜウレピー。こうして見ると確かに似ているな、ジョースケのやつに。おい、あまり前に出すぎるな。俺に指図するな。好きにやらせてもらうぜ。何何、そんなに俺のこと大事に思っててくれたってわけ？割とマジに。あんたに死なれちゃ困るんでな。お、女？ちゃんと戦えんのかよ。うるさいわね。その口ストーンフリーで縫い付けてやるわよ。おめえの糸さばき見事だったぜ。あなたの糸を使ったトリック今度真似させてもらうわ。僕の足を引っ張るなんて無駄なことはしないでくださいよ。このガキ、生意気な口を聞いてくれるじゃねえか。誰が誰の足を引っ張るって？うん？先ほどは失礼なことを言いました。あなたはできる人だったみたいですね。正気かジジイ。
この格好で敵を油断させるって作戦よ。俺のおかげで勝てたんだぜ。その態度は何だ。やれやれ、勝ててよかったというやつだぜ。もしやその格好で敵の注意を引くって作戦か。言わなくても分かってくれたようで嬉しいぜ。結構いけるんじゃないのこの作戦。女装はするわ、不倫はするわ、付き合いきれねえぜこのジジイ。このガキ役に立つんだろうとあんたは思っている。こいつ想像以上にできるみたいだぜ。次にお前は、あなたも僕の予想をはるかに上回っていました。という、あなたも僕の予想をはるかに上回っていました。